ニョウェバーです。青ミルク佐藤です。いやー先生、終わりましたね。はい、今日は、ね、終わりましたね。今節も、はい、J1 が行われましたけど、ね、ジェリグラシアいろんな、ね、はい、行われましたね。あったね、各試合こんなに起こんのっていう。いや本当ですね。いや、どっから喋っていきましょうかね。印象で言うとね、神戸が横行きましたね、最後ね。うん、ですね。はい。ただね、実は、どのチームにも持ってない秘密兵器を神戸だけ持ってるっていうのがあったんですよね。そういえば。なんだろう。はい。はい、やっぱ、川崎の今の攻撃の核といえば、三笘薫選手ですけど、はいはいはい、三笘薫選手の攻撃の癖を唯一知ってる人間が神戸にいるんですよ。ほうほうほう。それが右サイドバックを務めてて、山川哲司選手で、うん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 、筑波大時代の同期なんですよ。なるほど。だもう二人も何万回とやったと、ワンオンは。なるほど、なるほど。へぇ、そういうことだったんですね。ストップザ・三笘。最悪山川で、はい、そう、抜かれたとしても後ろで菊池がカバーするみたいな感じができていたのかなってありましたね。川崎もなんかね、まあ、点を入りましたけど、いつもの形じゃなかったですもんね。そうですね。ほぼ完封の神戸というとこですね。そうですね。ちょっとビルドアップのミスですか、クリアミスみたいのがあって。ね、でオフサイドかなっていうので、ね、みんな思ってたらじゃなくてっていうのでダミアン決めましたけど、はいはい、今日はでも各所 VAR 多かったですね。多かったね、ええ、どこもね、ゴール後すぐには喜べないっていう世界がちょっとやってきてますね。これが VAR 後の世界だからね、まあしょうがないですよ。そうですね、VAR で消えた前田大然の2点目、えげつなかったですね。左の、ねね、コントロールショットですよね。2点目もすごかったけどね。もうオルンガでしたね。もうちょっと一人プレッサーとしてね、もう信じられないストライカーになっちゃいましたね。瞬発でサイレンうるさいな、外。言ってますわ。前田大然のスピード違反じゃないですか。ね、そうですよ、すごい。ちょっとなんか一個抜けた存在になってきたような感じが。そうですね。これ3月18日の朝に出てる動画ですけど、いわゆる今日の午後には代表発表があるので、うん、ちょっとあってもおかしくないなと思いますよね。そんなインタビューもありました？終わってインタビュー受けてましたけど、僕音聞いてなかったですけど。インタビューまでは聞いてないですけど、うん、あってもおかしくはないなと思います、ね。でも入るでしょ？まあ、U24 の可能性はね、全然あると思うんで。あの方 U24 なんですか？そうなんですよ。戦国武将みたいな感じですけどね。まだ U24 なんですよ、あの方ね。そうなんですよ、ね。これは楽しみですね。まあ、間違いないでしょう。海外もありそうな感じですか？まあ、一旦落ち着いてからでしょうね、世界がね。そうですね。まあ、あとドラマで言えば、福岡、鹿島ですか。はいはいはい。マリノさんは都市記者に勝ちましたと 1-0 ということですね。はい。はい、神戸から次は1-1。はい。で、福岡、鹿島1対0でしたけど、まあ、やっぱり金森選手ですね。もともとね、福岡出身で、で、あと、福岡からね、福岡でプロデビューした後、まあ、鹿島行って、鳥栖行って、まあ、福岡戻ってきた形でしたけど、ね、でもね、なかなかこう、移籍先では得点を上げることができずっていうので、ずっとやってきて。いやー、笛が鳴った時のガッツポーズ、染みましたね。染みましたね、しかも自分が得点取ってですからね、バチコンボレーシュートも見事でしたね。ですね。鹿島もよく追いついた感じではありましたけども、残念ながら。VAR ということで。取り消しということで。何取り消しだったんだっけ、あれ。あれはね、直前の攻撃、直前のところで一個ファールがあったんですね。ああ、そういうことね。マリノスのやつと一緒か。大前の。似たような感じですね。俺でも一番このハイライトは何気に金森選手のドラマもすげえ感動して最後ピーってなった時にちょっとね、涙ぐぐっとこらえるぐらいでしたけど、ミドルシュート、シキーパースパーって止めたシーンね。三沢健人選手のシュートをね、福岡の村上選手が。三沢のさ、はい。ぷひょもう、ジェラードです、ジェラード。ね。それを横飛びでバーチーン止めた、なんですか、絵がいいね、気持ちいいね。な、もう、よく反応したっていうシーンでしたもんね。プレミアリーグ、ね。素晴らしかったですね。すごかった。っていう意味では、勝ち谷の、ジーニアストラップからのジーニアスボレーですよ。はい、ああ、よかったですね、あれをですね、六谷選手がスパーって弾いたやつをゴール裏のカメラが捉えた映像。あれまたいいですね。いいですね。あれちょっとしたらダイジェストと言いますかね、年間のあれに出るんじゃないですか。
うん。名古屋実は去年横浜FCに勝てなかったんですよ。あ、そうだったんですね。そう、それもあって、どうやら僕らもプレビューで、やっぱね、5連勝かかってるし、ここら辺そろそろ肝なんじゃないって言ってたんですけど、名古屋の選手たちとしては去年勝ってないからそもそも言ったんで、ここはもう絶対勝たなきゃいけないんだって。いやー、5連勝になりましたね、これね。そうなんですよ。失点が唯一吉田豊選手のオウンゴールだけですから。いや、ただインターセプトからの野節クロスね。吉田豊のね。ねえ。なんか野節がおにぎり盗んで食べたみたいな感じな動きでしたね、あれね。ちょっと吉田豊さんだと相馬勇紀さんの二人のキレキレ具合がちょっとパなかったですね。本当ですね。相馬勇紀さんもこう左から切り込んでふわっと上げてね。山崎さんごと入っちゃったみたいな。ねえ、ホイップクロス良かったですね。ホイップですね。確かにね。あれ、泡立ってたね。ね、あそこに石鹸あったらもうシャボン玉できてますね。素晴らしかった。いや、吉田豊さん代表ないんですか？アンダー24ないですか？アンダー24ではないんですけど。違うんですか？残念ながら。あ、よく見るとベビーフェイスだったですね。違うんですか？ちょっと違うんですけど。これ先生、そのね、A 代表とかでね、はい、吉田豊クロスからの前田大然みたいですよ。もう画面は白黒でいいと思うんですね、私ね。あ、正門みたいなね。七人の侍みたいな。黒沢明作品みたいな感じでいいですね。いやー、かっこよかったな、あのね。インターセプトからバーッと上がってって。いや、ほんとそうですね。本当に良かったなと思います。でもその良かったで言うんであれば、やっぱビースト林。林、そう。トス柏戦、2-0トス勝利のね。いやー、青春感ありましたね。またありましたね。いや、げつない。だって1本から決めちゃった。で、またけフェイント1回で。そうなんだ。ダッシュ、ダッシュ、ドリブル、またぎ、チョン、触って左、ドン、おたけび、みたいな、ね。ありましたね。で、2点目もね、樋口選手、デュエルで競った後の、うん、その後、小山選手のフェイントパスからの、まあ、その後、エリア内でしょ。はい。よかったですね。もうこれで連勝ですよね。ということで、まーさん、はい、ここでちょっと僕から、トス情報、トスデータをお伝えしたいと思います。お願いいたします。はい、お願いいたします。何ですか？トスはこれで、はい、5試合終わって、4勝1分けという、まだ無敗の状態なんですが、なんとこれで、開幕5試合連続無失点。すごい。何よりすごいね、これは。はい。J1 リーグ歴代2位の記録になっています。歴史の中でもね。はい。で、1位が横浜、1996年の横浜フリューゲルスが6試合連続無失点なんです。開幕から6試合。開幕からそう、だから次の試合まで行けばなんと並ぶということになっています。なるほど。すごいですね。これは、こっち、未だ無失点。柏の攻撃陣、クリスチアーノも久々に抑えの効いたね、恐ろしいシュート。あれ外れましたからね、今日ね。そうですね。あのメンバー相手にも抑えきってるってのが。そうっすね。うん。ただちょっと一個だけ心配なことがあって、トスのボランチ松岡大輝選手ですね。うんうん、途中まあ、デュエルでね、ちょっと競った際に、はい、肩から落ちてしまって、肩外れてしまったんですよ。あらま。多分、ね、彼も代表、少なくともアンダー20の代表とかあるんじゃないかって言われてましたが、ね、多分、厳しいんじゃないかな。でした。あらま。そうですね。なんか一応、肩が外れたので、なんか、ハマる人は別になんかすぐ戻るらしいんですけど、次の試合からでもいけるかもしれないけど、悪い人の場合は、っていうので。いい方であってほしいね。ちょっと調子だけね。そうなんです。田代も頑張ってました、田代もね。いや、そうなんですよね。はい。いや、頑張っていたと。そして、セレッソ対大分ですか？ 1-0 セレッソ勝ちました。勝ちましたね。点はどんな得点でしたか？坂本選手のいやー、すごかった。バチコン左足ハーフボレーっていうんですか、あれ。やります。しかも、後半もアディショナル直前でしたから。劇的たたっこんでね、行きましたね。ただ、印象的だったのが、ごめんなさいね、さっき言っちゃって。終わってからの坂本選手は結構納得いってない顔してるんですよ、あんな決めといて。ねえ、心強いね、志高いんでしょうかね。そうでしょうね。いい。ただ終わった後に、一人興奮状態だった方がいらっしゃって。はい。レビー・クルピさん。監督。はい。はい。いやー、坂本ってのはいいねって言ってました。そうですか。あ、いいですね。なんかやっぱね、初めて見たみたいな感じで言ってたんですか、そんな。やっぱり香川選手とか乾選手、木村武選手とか見つけて、見出してきたやっぱ彼なんで、ね、そうか。やっぱあるんじゃないかなって代表とかもね。もうそろそろ来るピッツって言ってるのかもわかんないですね。
かもしれませんね。あ、もう全部言った？あとはね、広島、清水。そうなんですよ。ね、はいはいはい。僕ね、あ、はい、これも確実だなと思った人が一人います、代表。はいはいはい。広島センターバック、荒木隼人、はい。あ、得点も、ただこの、ね、まあ、得点も決めましたけど、はい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 、この日、あの、だって、はい、相手、あの清水ですよ。そうですよ。あの、屈強な男たちの。好調ですよ。はい。なんと、デュエル全勝というセンターバック。ブワーブワーブワー。空中戦も地上戦も全部弾き飛ばすっていう。ちょっと、格が違う感じですか、J リーグ。そうですね。その中でしかも得点まで決めてきたっていうのは。これ実は広島と東京にそれぞれ一人ずつディフェンダーでいたんですよ。はいはいはい。それが広島センターバック、荒木隼人と FC 東京センターバック、渡辺剛、うん。なるほど。東京の話まずしなきゃダメでしょ。東京湘南の話してないんだけど。一番バチバチやった試合じゃん、これ、ね。やったね。ちょっと順番適当に喋ってますからね、我々ね。まあ、ね、我々ね。ええー。うんうんうん。あ、そう。この二人は入ってもいいんじゃないのって、やっぱ感じましたね。かっこかったですね。かっこよかったですね。最後ね。貫禄のヘッド。最後の東京の頃すごかったね、3点目の。あれ、バスケでしたよね。ねえ、左右にサブリーの。うん。姫の。ね、うん、あの、森重正人のちょっとフェイダーウェイ気味のパスからの。フェイダーウェイでしたね、あれね。うん。で、ちょっとアリウープ気味の渡辺剛のヘッドっていう。確かに、そんで、ゴールラに行ってイエイみたいな、あの感じ懐かしかったね。戻ってきた感じだね。戻ってきた感じありましたね。かっこかったわ、あれ。なんかセンターバック陣が躍動した日でもあったんじゃない？そうですね。他にもね、あの、我々同時視聴配信。渡辺、菊池隆法ね。あ、そうですよ。あと、同時視聴配信やってたの、我々、浦和対札幌のね、やってましたけど。はい、福森選手よかったね。福森選手よかった。札幌の福森選手ね。なんか、この日はセンターバックどころか、なんか左ウイングみたいなことやってましたけど。うん、そうですね。だからね。うん。何回コーナーキックと振り切ってるんですか、あの、あなたはってぐらいやってましたけど。確かに、面白かったですね。な、それを、あの、前節のね、鳥栖清水戦も面白かったですけど、スコアレス、でもこう、やっぱりこう、なんていう、緻密なやりとりって言いますかね。いや、そうね。お互いの守備が光る、ね、ゲームでしたけども。あと、そのね、浦和札幌戦。も惜しかったな、いろいろ。惜しかったですね。でも、それを封じ切った札幌ゴールキーパー、はい、中野小次郎。あ、でしょ。ああ、やっぱり、そうですね。うん。目立ちまして、ゴールキーパー対決と言いますかね。新旧。そうですね。まあ、代表行くといいですね。中野小次郎。そうですね。彼も、いわゆる、あの、東京オリンピック世代の選手なので、全然あり得ると思いますから。そっか、じゃあ浦和のね、西川と明日、二人とも呼ばれる可能性あるのかね。あるかもしれません。明日の発表なんだもんね。そうだね。そう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 。キーパーで言えば、権田も違いを見せたね。権田さんは違いますね。違いを見せますね。こう、指先に当てる感じとかね。ありました。破れはしましたけどね。破れはしましたけど、彼のね、いわゆるゴールキーピングってあってこそってなりました。ただ、湘南のゴールも2点ともいいゴールでしたね。ね、なんかね、あの、湘南、なんか今日この日作戦あったらしいんですよ、東京は。はいはいはい。あの、どの道どうやったって東京はアンカー森重にパスが来るんだから、そこ狙おうぜっていう。ああ、なるほど。うん。へえ。それで1点目取れたようなもんですから。ああ、なるほど、なるほどね。うん。てか、そのシーン見ました？まず1点目の湘南のシーン。1点目のシーンってどういう感じでしたっけ？左から。前で取るやつ？そう、森重さんのところで、うん、ペナル、あの、相手のアタッキングサードでボール奪って、はいはいはい、なんか一人フォワードがなんかスル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 抜けてくるドリブルあったと思うんですけど、うん、そこからね、最後は真ん中で山田直樹選手が決めたみたいな。はい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 、はい、うん。そのね、大橋祐希選手が最近今年いいんですよ、湘南のフォワード。はいはい。ああ、見た。なるほど。分かったこと思い出した。はいはい。ドリブルで突っかけてこぼれたところみたいなね。ちょっとあの、そう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 、畑野さんブラインドになったって水野さん解説で言ってましたけどね。ちょっとね。うん。アグレッシブ。そのね、ドリブルスルスル抜けてった大橋祐希さん、実は今年、1個すでにタイトル持ってるんですよ。いわゆる、ずーっと開幕節から、2節目くらいからかな。デュエルした回数というか、攻撃で突っかけた回数ナンバーワンなんですよ。ああ、なるほどね。そう。へえ、それがもう武器になってるってことですね。綺麗にならなくてもね、こぼれ玉とか、そういうことですね。そうなんです、そうなんです、うん。まだこのゴールには繋がってないんですけど、はいはいはい。一個取り出したら、大爆発の可能性がある。なるほどね。でもその、うん、あの、それもあるよって思わすことが、やっぱ相手の陣形とかラインに影響を与えるわけでしょ。おそらくそうだと思いますね。浦和もなんかそれをね、望んで交代選手結構ドリブル突っかけてましたけどね、決実しなかったなっていう感じですけど。いや、湘南の僕2点目鮮やかでよかったなと思って、石原選手とか、ね。そうですね。最後高橋亮選手決めた形ですね。ねえ。
その前出したの誰だっけ、見えてんなっていうね。石原選手が出して。誰だっけね。あ、石原が関根に出したんですよ。関根じゃない。石原が、なんだ、山田に出したんですね。そうですね。そうだそうだそうだ。石原が見えてんなってことですよね。うん。うんうんうん。いやー、胸熱シーンがたくさんございましたね、先生ね。そうですね。どこも強い。どこも面白すぎて、全部解説したい。全部解説したいけど、そんな時間はないっていう。そうっすね。そうなんだよね。いやー、いい一日でした。のぼせちゃったね、今日もね。そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、同時視聴配信とかもやりたいと思うし。まだ喋ってたいもんね、これね。そうなんだよ、一個ずつ。何回いろいろ喋りたいもんね。確かにな。なんか祭りの後感ありますよね。そうね。今日祭り良かったよね、ってずっと喋ってた。こういう目線で見てるとさ、やっぱ勝ち負けはもちろんあるじゃないですか。でもこう、フラットに全部見てさ、いいシーンをこう、わーって見てるとさ、VAR で消えたゴールも僕らの中で消えてないわけですよ。消えてないね。消えてないから、なんかね、嬉しいよね。そうなの。何言ってんでしょうね。いや、わかる。もう麻痺してきてるんですよね、サッカー好きすぎて。いや、だってお芝居、いいお芝居見て涙流した後にあれ嘘だよって言われたって別に涙は消えないしね。まあそうだね。ね、涙を流したことは消えないしね。涙とか目っていうとこ出てきたから、まずラストに一個だけ僕いいですか。いいでしょう。いい特別ですよ。これ、ハイライトで絶対わかんないっていうシーンなんですよ。何ですか。これを見てほしいって。はい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 。サガン鳥栖の2点取った林大地選手が、はいはい。その後交代になるんですよ。うんうんうん。で、交代して、フォワード山下啓太選手と変わるんですけど、はいはいはい。ベンチで膝とかアイシングしながらずーっと試合見てるんですよ。いやー、なるほどね。多分おそらくは、おそらくライバルである山下選手が、点取るのも嬉しいし、チームとして。だけど、そこで点取るのも、なれるのもちょっと嫌だっていう。わかるよ、わかるよ。なるほど。そう、目がずっとギラギラしてるんですよ。素晴らしいね。いいね。それを見てほしい。俺はその、交代した時の林選手の直後だよね、得点のね。うん。一礼して行ったところがね、そう、少年さんだった。ああ、わかるな。よかったね。いえいえ、よかったし。あと、神戸の、ちょっとこれも出してもらっていい？今日、大崎レオ選手って出てないよね。はい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 。ゴールが決まったじゃない ?90 分。はい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 。90分。あの時にベンチ全員喜ぶ中、レオ選手も出てきて、ガッツポーズするんだけど、複雑な顔してたんですよ。はい、そうだよね。いや、やっぱそこ見て、やっぱ、そっか、毎日戦い。毎日戦いなんだなって。今日勝った神戸、俺が出てねえ神戸だっていう感じなんだね。いや、しかも、ライバルの龍鳳が決めた神戸なんだよね。そうだよね。なんかプロって、いや、今俺ヴィッセル神戸だけどっていう、なんかすごいなって思ったの、俺それ見て。うわ、三浦監督を抜いたね、カメラなんだけど、その奥を見ちゃったんだよね、俺ね。そうなんだよね。いやー、なんかいいね。だからこそ生まれる、この前、説のヒーローの熱さなんでしょうね、これね。でしょうね。いやー。熱ー。いやー、熱胸熱でございます。胸熱でした。今週も。まあ、もう、キリがないんで終わりましょう。そうなんですね。ね。もう次、すぐ、週末やってくるんで。ですからね。はい。今日もありがとうございました。皆さん、今日、午後、夜用っていうよりも、即出しになると思いますが、代表発表あったら、そこで、動画作って出しますので。あ、そうだ、今日は。皆さん聞いていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、誰が代表になるんでしょうか。僕らもあり得るかな。吉田豊は選ばれるんでしょうか。はい。ありがとうございます。僕ら。ありがとうございました。何でもやりますんで。はい。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ノーミルク佐藤でした。登録お願いいたします。高評価ボタンもぜひよろしく。ありがとうございます。ありがとうございます。いってらっしゃい。いい一日を。いってらっしゃい。またね。